先日Stable Diffusion web UI の V1.9 が発表されたね。出ましたね。そしてここ数日の間に小さな修正も入り、今では最新が V1.9.3 となっているようです。今日はStable Diffusion web UI の V1.9 で追加された機能紹介かな。そうですね。すべて上げ出したらキリがないので、ここではフューチャーズの項目のみを紹介していこうと思います。一番大きな機能追加だね。しかし実は他にもドーラやリコリスボフトネットワークスなど気になる箇所は多いです。いずれそちらも解説していきたいところだね。はい、というわけで今日は V1.9 から新たに新機能として加わった5つの新機能についてお伝えしていきます。ぜひ最後まで見ていってくださいね。ではまずは1つ目ですが、リファイナーに関する変更です。リファイナーのデフォルトの挙動がサンプリングのタイムステップではなくモデルのタイムステップに合わせられるようになりました。これはユーザー目線で見ると使いやすくなっており、例えば SDXL のように過去200のタイムステップで訓練されたリファイナーの切り替えを 0.8 に設定すると、訓練されたタイムステップからサンプリングを始めるとすぐにリファイナーに切り替わるようになったとのことで、実際にこれまではイメージ2イメージや異なるノイズスケジュールを利用した際に予期せぬモデルの挙動を引き起こすことがあったようです。これは対応するプルリクエストに貼られた画像で、実際に予期せぬ挙動を引き起こした際の画像が載っています。これはリファイナーが早すぎる段階で切り替わってしまい、意図せぬ画像が生成されてしまったことを表しています。しかし今回の修正により、異なるスケジュールにおいても同じ設定でリファイナーの挙動が一貫性を持つようになり、早すぎるタイミングで作動することはなくなったとのことです。これは普段からリファイナーを利用していた方ほど感じられる改善ポイントとなるでしょう。2つ目はソフトウェアインターフェースにおける表示オプションの追加とユーザーインターフェースのデザイン変更に関するものです。V1.9 からファイルやフォルダを見るためのビューのスタイルを選べるようになり、ネットワークの操作に関する視覚的な調整も可能になります。具体的にはツリービューの代わりに古いスタイルのディレクトリビューを選択できるオプションを追加するとのことで、これは具体的にこのような変化となっています。ちなみにこちらの表示はセッティングスから従来の見た目に変更することも可能です。セッティングスのこちらのラジオボタンから変更できます。変更後はアプライセッティングスを押してからリロード UI を押して変更を適用してください。ここで宣伝です。今年コンフィ UI に入門したいと考えている人に向けて、最近ノートにコンフィ UI 入門という記事を書きました。初めてコンフィ UI を利用する人、そしてステーブルディフュージョン Web UI を利用していて、コンフィ UI にもチャレンジしたい人を対象としています。これを読めば最初のインストールから AI 動画生成まで一気に学べるようになっているので、ぜひチェックしてみてもらえたらと思います。それでは引き続き動画をお楽しみください。次の機能はセッティングスから確認できる機能で、コールバックスという項目が新たに追加されました。これはソフトウェア内でコールバック、プログラム内であるイベントに対応して呼び出される関数のことですの実行順序をユーザーや開発者が指定できるようにする新機能となっているようです。開発者向けには metadata.ini というファイルを通じてコールバックの実行順序を指定できるようになっており、開発者ではない人でもセッティングスから実行順序を指定できるようになっているようです。これはおそらくアプリケーションの挙動をより詳細に制御するための機能となっているようですが、普段画像生成や動画生成にフォーカスした形で利用している私にはそこまで触ることはない機能かなと思いましたが、どうでしょうか。もし実際に利用されているという方がいましたらコメントいただけると嬉しいです。次の新機能は新しいスケジューラーについてです。こちらのチャンネルでも何度かにわたって動画で紹介しています。SDXL、ライトニングモデル用のスケジューラーである SGM ユニフォームが利用できるようになりました。ついにStable Diffusion Web UI でも利用できるようになるんだね。 SDXL ライトニング型のモデルを利用されている方には嬉しいニュースですね。 SDXL ライトニングとはと思った方は別の動画で紹介していますので、ぜひご覧になってみてください。最後の新機能は画像生成時の UI の変更で、サンプラーとスケジューラーが別々に設定できるようになったというものです。これはコンフィ UI ではもともとサンプラーとスケジューラーは別々に設定できるようになっていたのですが、Stable Diffusion web UI ではサンプラーとスケジューラーはあらかじめ組み合わされた状態で指定するようになっていました。しかし V1.9 からは Stable Diffusion web UI でも実現できるようになったので、より UI 上から細かな指定が可能になったと言えます。ただ、今まで Stable Diffusion web UI を利用していた人は1つ指定する項目が増えてしまって混乱してしまうんじゃないかなと思ったけど、そこについてですが、別々に指定しなくても特に構わないというユーザーは、スケジューラーについてはデフォルトで選択されているオートマティックを使えば良いと思います。なるほど。デフォルトではこちらの項目が選択されており、その他のスケジューラーを利用したい方のみ個別に選択していくというスタイルになっているようです。それならそこまで手間は増えないね。というわけで、本日はStable Diffusion web UI V1.9 に関する新機能を5つ紹介していきました。最初にも話したように、ドーラなどのサポートも追加されているので、今回もボリュームはそれなりにありそうだよね。そうですね。こちらのチャンネルで公開している Google コラボノートブックでも、動画作成時点での V1、9、3を利用するように更新しているため、コラボ使いの方はぜひノートブックもチェックしてみてください。こちらのチャンネルでは画像生成 AI に関する動画を日々投稿しています。面白いと思ったらチャンネル登録やいいねもしていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺で。最後までご視聴ありがとうございました。